皆さんこんばんは。プレバン宣伝隊隊長の鈴村健一です。よろしくお願いします。はい、プレバン宣伝隊副隊長の大阪亮太です。よろしくお願いします、はい、さあ早速始まりましたプレバンラボ、俺たちプレバン宣伝隊。この番組は我々プレバン宣伝隊がいつでも全力で体を張りつつプレミアムバンダイ商品を紹介するニコニコ生放送です。はい、ちょっと距離が遠すぎないか、これすごい距離。あ、なんか椅子も2つあるんですよ、うん、意味深に飽きすぎだろ。最初は良かったんじゃないですか、ね、最初は寄っといて離れるとかが良かったんじゃないか。そう、最初この2つで良かったんじゃないですか。 なんで最初から離れてる。あと大阪おめでとう。 ありがとうございます。さらっとめでたいね、よかったね。いやもう本当にね、あの前、うん、先月のプレバン、ありがとうございます。おめでとう。来るならさっとって、なんでそんなじわじわするの。さささささささ、拍手していいのかなみたいな雰囲気で、別に拍手していいですよ。いいじゃん。いやいや本当にね、ありがとうございます、うん、なんかそれこそプレバンラボが先月のやつやって本当すぐに発表したんで、うんうんうん、そうなんですよ。だから発表できなくて、うん、で今月やったんで、うん、あ、そういえば発表してなかったねぐらいの感じなんですけど。そんな感じですか。そうなんです。もう散々割といじられた後なんで。あ、もういじり倒されました。もうだいぶいじり倒されました、はい、じゃあいじっていいの。ほどほどに。どういうことだよ。どういじっていいかも俺分かれへんわ。俺もめっちゃ結婚発表した時いじられたけど、いじられんのって難しいよな。どうリアクションしていいか分からん。そうなんです。そうやろ。なんかいや、それに対して俺はどうリアクションすればいいんだろうみたいな感じになっちゃう。めっちゃ難しいんですよ。ありがとうしか言えない。あ、これからも頑張りますみたいな。松岡熱いな。出る前からもうめっちゃ熱そうだけど大丈夫？それで仰ぐやつ初めて見た。通常です。大丈夫。通常。もうなんだっけ。まあまあ、そんなおめでたい話がありました。ほらもうみんながおめでとう言ってくれてる。ありがとうございますよ、本当にもう、ね、すごいよかったね。もうこれから頑張らないといけないですよ本当に。それでもね、楽しくなるよ。いやでもすでに結構楽しんで、ね、はい、あの人生の視点が変わるからね。あ、それはまたいいのよ、刺激的だし、ね、なるほどなるほど。今まで見たことない景色がいっぱい見えますよ、うんうん、そこは、ね、それちょっと楽しみです、ね、楽しいと思いますから、はい、まあね、ちょっと先輩ずらして言いますけど楽しんでください。はい、ありがとうございます、はい、さあクリスマスまであと1ヶ月ちょっとですね。クリスマスといえば何ですか皆さん。クリスマス、いや汗かきすぎだからなそれ。お前出たらじゃあどうなるの。この俺のクリスマスの話ももう消えるぐらい今暑そうだもん。ここに出てきたらどうなっちゃうの。パージする。パージはダメだよ。パージしちゃダメだよ。本当ですか。まあ俺はいいよ、はい、でもいろんな大人が見てる。あ、ね、パージした上の外装だけパージするかもしれない。上のパージする。じゃあもうさ、スタイリストさんわざわざ持ってきたけどいらないじゃん。いやそれはちょっとさすがに、うん、最初だけ黄色い。最初だけすごいずっと持ってたよ直前まで。いや本当ですよ、来てもらおうって、あの恩に報いるためにも、うん、最初だけ。もう出たらいいんじゃないですかね。じゃあもうすぐ、すげえ、じゃあもうちょっとだけ待ってて、ちょっとだけ待ってて、はい、はい、今回も僕たちの手元にね、タブレット端末があります、ここにね、はい、こちらにですね、ニコニコ動画のですね、はい、コメントの他にもですね、はい、皆さんのリアルタイムのつぶやきを見ることができる、うん、ツイッターで見れるんですよ、ハッシュタグ、プレバンラボってつけて、つぶやくと、ここに届くんですね、お、すごいですね、では、紹介しましょう、高野さん。ゲスト2人は初めて楽しみ、うん、え、2人初めて。初めてじゃないですか2人。そうだからこの距離空いちゃってんだこれ。こんな距離見たことないですもん。だって2人初めてか僕の記憶の中では、うんうん、そうか2人初めてだって。はい、他にはコメントないの。ちょっとやっぱ流れが早いですからね。来てるよ、なかなか追いつけない。ああ、そう、ゆきさんおめでとう。はい、どうも。ビクトリアさん、何週間も経ちましたが大阪さんおめでとうございます。ありがとうございます。そして80回目のエピソードおめでとうございます。この番組は80回目なんだって、ね、ちゃんと見てくれてるね。ね、すごいですね。ね、80か。そうだな、じゃあそろそろあいつが出てくる前にパージしそうだから呼ぼう。そうですね、もうずっと貧乏ゆすぎしてる、ね、ということで本日も始めましょう。プレバンラボ、俺たちプレバン宣伝隊スタート。
それでは早速本日の早くあそう本日の特別宣伝隊員をご紹介しましょう。ゲストはこの方たちです。はい、どうも。はい、来た、はい、どうも、プレバン宣伝隊、特別宣伝隊員、はい、下野ひろです。よろしくお願いします。はい、ます。はい、そして、はい、プレバン宣伝隊、特別宣伝隊員、うん、松岡優作です。はい、はい、はい、さあ来た。はい、ありがとうございます。はい、座ります。いやー、ね、すごいのが来たな。嬉しいよ、80回の記念にね。いやー、よかった、ね、この2人が豪華な2人がもうパージ仕掛けてるけどほぼほぼパージの準備終わってるよ、これ。そうですね、今女子に入りの聞き方、新しい聞き方かな、うん、そうかそうか、すいませんね。はい、2人初登場。はい、初めてですよ、プレバン。はい、わお、なんかもう来てるイメージ。勝手になんか特に下野さんはね、来てそうだよね。そうなの来てない。初めて来ましたよ。やってないっけ、くだらないジェスチャーとか。やってないですね。やってないんだ。やってないですね。うわ、やってねえんだ、うん、やってないです。俺もまざまざとやったイメージがあるよそれは一体誰なんですか。いや、わからん。逆にお前のような何かが、俺のような誰かがやってるイメージある。なるほど。そうか、あ、まあ、逆に4つ子がこういう深夜の生放送に出てるイメージがあんまないんだよね。あ、本当に、うん、そっか、じゃあお願い仲いいんだか悪いんだか分かんないけど、マジで僕はな丸投げなんだけど、おもろいな、はい、この2人でやりますわ、はい、ね、まさかね、アイムエンタープライズのこの2人がね。そうだね。しかもよりにもよってこの2人が来るから。面白いの来たわ、こってりしてるもん。そうですね、うん、どっち大丈夫、パージする、もうしていいよ。あ、あとね、もう見せられたから。ちょっとね、暑いですよね。そうなんですよ、見せられたから。結構暑くないですか。そんなひいひい言うほど暑くないよね。いや、結構暑い。嘘やん。本当に。あと、まだ何もやってない、うん、なんでだ、もうスタイリストさんもお前が入った時からずっとそれ持ってたよ、こうやって。本当ですよ、うん、ずっと、ね、ずっと持ってて、持っていらっしゃるんですけどね。着替えのタイミングも見計らって。でも、いつもなんですよ、スタイリストさん。それでも、もう脱ぐ、ね、大丈夫です、うん、ちゃんと、うん、あの、かけときますから。かけとこ、どこにいよ、はい、あそこかける、あそこかけとこ。ダメだよ、だから紹介する商品だからそうか、ダメか、売り物みたいな。今日いつになく自由だもんこういう感じじゃないですか。こういう感じだけど、ね、ある程度は、あ、ある程度、ね、にしてもちょっとゆるさがもう目立つ、半端ない。半端ないですか、うん、そこじゃねえだね、本当にね。そのかけ方は何なの。いや、こういう風に後ろの背もたれとかじゃない、旅に出る。違う違う、どこに旅立つの。じっとしてられない感じになっちゃってるもうやろう、じゃあもうやる早速こちらのコーナーに行きましょう、ね、せーの、プレミアムバンダイ紹介。はい、はい、こちら子供から大人までいつでもどこでも24時間楽しめるバンダイの公式ショッピングサイト、うん、プレミアムバンダイの商品を紹介するコーナーです。そうなんです、うん、はい、今回ご紹介するのはこちら、うんうん、名作絵本 T シャツでございます。そうです。これいいのよ、はい、これ以前も、ね、これいいの一度ね紹介させていただきましたけれども、うん、はいはい、あのもちもちの木の T シャツを前回3種類ほどかな、うん、2種類か3種類ほど紹介させていただいたんですけれども、はいはいはい、なんかツイッターとかでもすごいバズった。バズったっていうらしくて、私これあの着て普段着にしてましたよ、うん、あら、と現場で着てったら、うんうん、あの3回ぐらい着てきましたけど、はい、1回目はスルーでしたよ、はい、あ、誰も気づかなかった。逆にこう馴染みすぎちゃって、おしゃれすぎちゃって、で2回目の時はちょっとわかるこれって言ったら、おいマジで、おいすごくねみたいになって、おもちもちの木じゃないですかみたいな。やっぱみんな知ってるんだ、うん、なったよ。あら、これはね、いいよ、バズりますよ。いや、もうスタッフさんも来てますもんね。来てるんです、ね、そうなんですよ。 あれも自前です。映、ね、ね、うん、したいと思いますけれども、うん、はい、今回はその、 あの T シャツの新作が登場したということで、うん、まあ見てもらった方が早いですね。そうですね、はい、じゃあ行きましょう。見てみます、はい、はいはい、こっちだよ。はい、キャメラ来たなお前オーケーオーケーオーケー。はい、撮るよ。はい、今回のラインナップいきますね。普通に近いな。もちもちの木を含む4作品があります。近いな。絵本
もちもちの木。何を見てんだお前は。お前は何を見てんだ。何を見つけたんだよ。何を見つけたらそうなるんだよ。あいつ、あいつ喋んねえのに面白いのずるい。こいつこういうとこあるんすよ。本当だよ。こういうとこあるんすよ。はい、もちもちの木、スイミー、自分だけの色、スーホの白い馬を T シャツした。ほらほら、 T シャツシリーズ。ちょっと待ってよ。スイミーと、うん、スーホの白い馬でしょ。自分だけの色。今聞いてたんですね。さすがですね。さすがです。いや、なぜ聞いてたかって引っかかったかって言うと、はい、前回そのもちもちの木がね、はい、なった時に、うん、次絵本やるならこれにしてよって言ったんだよ俺。あら、スイミーと、あら、スーホの白い馬、はい、あら、それが来ちゃった。そうなんです。ちょっとこの企画のお金もらっていいですか。え、そこ作者は、作者はちゃんといますか。作者がいます。作者ちゃんといます。でもこれ投票みたいなのしてもらったってことですよね。あ、そうなんですね。だからそれでだから上位かなんかで選んだ。そうなんだよね。だから上位何になるかなとか言ってたの、うん、そしたら、はい、今回この4作品が選ばれて、ね、いいですよ。映画、映画の主演の時の顔。やめなさい。やめなさいよ、本当に。やめなさい。ちゃんとね、画面の端に寄せてますから顔今。いろいろ逸話を聞いてますけどね。いいやめなさい。何でしたっけ、クロスカウンターの情熱。違いますね。ありそうだし、なんかありそうだし。クロスカウンターの伝説ね。クロスカウンターの情熱ありそう。ボクシング映画ね。本物でありそう。そうそう、全然すまねえ。価格は税込み4,400円、うん、予約期間は2020年1月5日日曜日から予約期間は2020年1月5日日曜日23時までを予定しております、うん、商品のお届けは2020年2月です、うん、それぞれの作品の特色に合わせ様々な手法で物語を T シャツのデザインに落とし込みました、うん、前回好評を博したもちもちの木からは、うん、でで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 で、これすごいですね。これ前回これすごいね。いいでしょ。これは大きくプリントされてる。爺様めっちゃかっこいい。かっこいいでしょ。爺様感じだって。めっちゃかっこいい。これちなみに実際に着てる人を見てみるとこういう感じになります。ザ、はい、ーン。すごい。準備万端でしたね今。もうノリノリじゃない。スッと立ち上がりました。もうシワ一つなく見せてくれた。すごいですね。いや綺麗にプリント。いや綺麗に。綺麗にシワ一つない。自前ですから。しかもねちゃんとねここから畳んでるんですね。いやー畳じゃんまで。下ろしたばっかりなんですね。さすがです。なるほど。これ普段着てみてどうですか。着心地がすごく良くて。ええ。大事にさせていただきます。ああそうですか。スランバスありがとうございます。個人の感想です。いやこれいいわ。はい、前回紹介したこちらも好評だったんですけれども、これもこれでも本当にかっこいい、はい、かっこいいでしょ。かっこいい。めちゃくちゃいいデザインなんだよ。うんうん、はい、いいですね。今回新しくこちらに。おお。はい。これもいいじゃん。そうなんです。ワンポイントで登場したということでございますけれども、あら、これちょっとマメタがワンポイントデザインされており、あーいい。あ、これはさ、アウターとか着てもさ。スッとさ開いた瞬間に見えるから、うんうん、え、それ何ってなるじゃない。なりますね。それぐらいもいいのよ、うん、これぐらいのワンポイントがね。そうなの。これはいいわ。これいいですね。さりげないけどいい感じに、ね、うん、なってるっていうことでございます、ね、うん、これいいですよ。はい、はい、続きましていきましょう、はい、次で、スイミー。スイミー、スイミー、そちら。スイミー、よく食べる。スイミー、スイミー、スイミー、ちょっと待って、これスイミーですか。スイミー、こちらです。これあの何これ珍百景みたいな映像撮れるよ、はい、いくよ。これどこにスイミーがあるのか。いやいや、てん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 みたいな。てん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 っていう感じでちょっとこれ、ね、これ、ね、これ食べこぼしじゃないですよね。違う、そう、シミみたいに醤油こぼしたからみたいな。これはスイミーです。間違いなくスイミーなんです。あ、でも確かによく見るとねちゃんとメモ書いてあります、はいはい、そうでしょ、ね、スイミーです。よくあのちっちゃくてちょっと、ちょっと地味だなと思っちゃう。これだけじゃないんですよね、す大阪さん。実はね。そうなんですよね。よこればっけじゃないですよね。実はですね。実はですね、こちら。はい、この人なんと下手くそか。この種類に蓄光素材がですね。蓄光ですか。使用されておりまして、ね。蓄光っすか。そうなんです。ま、蓄光ですって柴野さん。驚きですよ。ちっこー、松岡さん、その松岡さんその服を紹介するみたいになってます、これ。松岡さん、そうそう、服紹介する。服揃えたいいよ、もう置いときに。ちょっとすいません、置く瞬間を今俺撮ってる。裏側を映すんじゃないよ。
窒光なの。本当だ。ちょっとあの今からあの電気をザラついてる。電気を消そうと思うんですけど。あの窒光ここザラついております。はい、ザラついております。ちょっとあの消しただけではあまりうまく映らないと思うので、はい、ここすごいザラついてます。ライトすごいすごい。全員で喋らな。テレビを知れ。はい、すいませんでした。実行して実行、はい、こちらをちょっと、ね、あ、松岡ちょっと松岡君に実行松岡君なんで来たよ。見てたよ。そんなボケいらねえ。見てたよ。意外と光がすごく。ちょっとその辺にこの辺にしばらくしっかりしばらく。いや、そこの睡眠じゃないと思う。そう、しばらく睡眠以外のね、その辺しばらくやつよ。これめっちゃシュールな絵でめちゃくちゃ面白いんですけど、ごめん。なんなんこの絵。実行素材光らすために。あ、すごいすごい。あ、溜まってきてる溜まってきてる。直当てする。おー、はい、ちょっと消してください。消してください。すげーちっこってるね、これ。ちっこってるよ、ちっこってるよ。いいよ。さあ、行くよ。じゃあ消します。はい。うわー、めっちゃ綺麗に映ってる。綺麗綺麗綺麗。ほら、アップにしてください。アップに。皆さん見えますかね。ほらほら、皆さん見えますかね。見えてるはずです。ほら、あら、すいみ、これほど綺麗なものちっこってる、ちっこってるよ。ほんとすごいちっこってる。ちゃんとすいみがほら目のとこに来てるでしょ。いますね。ここで電気つけてみて、つけて、ほら、すいみいるから。ほんとすごい。ほら、うわー、スイミー。めっちゃ寄ってる。そう、こちらのスイミーもすごく素晴らしい作品なんですけど、まだありますからね。うん、そうですね。レオレオニー作ですから。ね、はい、はい、続きまして、はい、続きましてもレオレオニーの代表作、はい、自分だけの色 T シャツ。こちら、これだ。こちらちょっと今回実物がないので。あ、いいじゃない。でもね、はい、いいですね。こちらかなりカラフル、タイダイ柄、うん、流行りの。いいですね。いいですよ。これでも結構着こなすのに大変なんじゃないですか。いや、大丈夫ですよ、下野さんなら。あ、下野さんはどういう時に着ますか、この服を。そうですね、デートの時に着に行く。ちょっと噛むのやめてもらって照れて噛むのやめてもらって、ね、今ちょっとあまりにも質問がそんな、もうすいませんでした。もうあの、いや、でもこれ普通に普段なんかこう街中歩く、うん、あの、うん、自分の家の近所だったら全然着れますね。着れますね。これの上に白シャツなんか着たらもうそれだけでも確かにね。松岡君、これはどうですか。いや、これ着てたら多分僕本当に、うん、え、どうしたって言われそうでしょうね。松岡君が着てたらね、あんまりカラスイベントで着るのいいんじゃないですか、うん、目立ちますよ、これは。そうだよ、目立った方がいいんじゃないの。いや、目立つけど、すでにそうですね、あと汗がもう目立ち始めてるから隠れて。なんで隠れてるんだよ。スイミーの後ろに隠れてる。隠れるなよ。そこ恥ずかしいな。はいはい、こちらでございます。これでも実物見たかったね。そうですね、もっと多分綺麗かもしれないですね。実物これ着たい、うん、いいですね。いける、はい、いいですね。バカンスとかいいかもしれないですね、うん、バカって言ったんだ、あれの。バカンス、バカンスにして、バカンスとか愛しだなって。急にバカって言うから。すいません、すいません、ごめんごめん、すいません。俺は言われたと思ってでしょ。いやいや、そんなも思ってるわけないじゃないですか。すいません、悪かった。そんな全く思ってません、絶対。ほんと、すいませんでした。いや、全然大丈夫です。進んでいいですか。はいはい。さあ、そして最後こちら、スーホの白い馬。わー、来た。はい、こちらこれいいですね。これもいい。こちらメインビジュアル、こちらにプリントした、うん、ちょうど白 T 欲しかったな、ございますけど。これも着やすい。こちらもね、ワンポイントですごく着やすい感じ、ね、はい、これからの季節ね、ちょっと上着てて、かわいいですね、うん、スッとこれが見えたら、ね、もうね、そこで話題作りになりますから。そうですね。スーホじゃね？って気になるよ、これ。スーホではなく、スーホじゃね？あれ、スーホじゃね？ってなるよ。ね、これ数歩じゃねえ、これ数歩じゃねえってなる。多分、うん、なる。多分なるよね、松岡。はい、うん、いいか、油断すんなよ。急に来るからな。いいか、急に来るわ、これ。本当に急に来るんやろ。やばい、この人たち抜群に面白い。何でもなんか起きる。すごいリアクションだけだね、めっちゃ面白いな。さあ、そして、はい、こちらね、あ、もちろんもう一枚、これもいい。うん、はい、こちらメインビジュアルをインクジェットで大胆にプリントしたものでございますけれども、これものすごいね。もうだってこう大胆にもここに置いてる感じがさ、いいよ、むしろ。おー、すごい、もう首で作った。うん、それいる、その作業。うん、伸ばす、そう、伸ばす、うん、で顔出してみて。え、うん、大好き。
わかるかな、見てる人たちわかるかな、わかんないよね、いいのいいの、俺だけわかればいいの、うん、いやまあこちらもね、これも全然普段使いできる、そうだね、色もね、紺色ですごい使いやすいです、めちゃくちゃいいですね、まあそれぞれが本当に素晴らしい作品ですので、ぜひ皆さんチェックしておいてください、いいな、全部いい、いいな、全部欲しい、え、これゲットしよう、ここはなかなかね、いいですよね、マジゲット欲しよう、俺結構これ好きなんだよな、これいいよね、これいい、うん、これ結構好きですね、下野さんなんかこれも普通に似合いますよ、普通に着れます、全然、これ着てどこ行きますか、え、現場行きます、僕これ着て現場行きます、もう、うん、これ着て現場行きます、おめさんこれ似合うぜ、あ、やんですか、うん、俺もこれ欲しいんだよ本当は、欲しいけど新商品をちゃんと紹介した方がいいかなと思ってさ、確かに、でもこれいいよね、これいいっすね、これで復刻してるんでしょ、え、あ、してんすか、これも一緒に、あ、そうだ、販売してる、だからいいんだよ、いや、めっちゃかっこいい、うん、本当に、はい、こちらが気になる方は、ね、こちらもね、はい、チェックしていただければと思います、はい、ということで以上でございます、はい、プレミアムバンダイ紹介でございました、さあハッシュタグプレバンラボをつけてくれたつぶやきを紹介しよう、はい、糸糸さん自分だけの色いいな、あーいいよね、うん、いいよ、うん、そのままね、リオンさん蓄光睡眠すごい、うん、これすごいよ、これは本当にいいですね、あれは欲しい、井森さんどの服も可愛い、うん、ね、両生類からも来てますね、うん、嬉しいみたいですね、ラダレスさん大好き、わかるっていう、ね、世代の方なんでしょうね、うん、いや本当に素敵ですよね、大阪さん、そうですね、あれは本当にゲットしていただきたい、もう全て持っても、ね、うん、毎日ローテーションで着ても全然いいですね、ね、僕なんかはね、はい、ああいう服はもう割とスッと着こなしたいなと思います、特別じゃない日にね着ていく感じがいいなと、普段からね、ああいう、例えばだと、松岡が限界なんてないですよわかりました、はい、じゃあ始めますでは皆さんツイートは引き続きつぶやいてね、よろしくお願いします、はい、さあではこのコーナー行きましょう、せーの、違うポーズをしてるのは誰だゲーム、はい、おい、ルール説明します、はい、誰か1人が回答者です、うん、残り3人にそれぞれお題の書かれたカードを渡されます、はい、3人はせーのでお題のポーズをしましょう、はい、しかしこの時ですね、誰か2人のカードには同じお題が書かれているんですけど、うん、誰か1人のカードだけ違うお題が書かれちゃっています、なるほど、だから、うん、大変です大変ですか、大変ですね、僕たちもお互いカードが何が書かれているかは知らないんです、あ、なるほど、誰が違うポーズをしているの か, なんか見事回答者を当てることができると1ポイント獲得です、なるほど、このコーナーと後半のコーナーがありますけど、うん、合計10ポイントを獲得することができると、なんと、うん、ゲストのお二人に番組特製 T シャツをプレゼントすることになります、うん、絶対頑張ってくれよな、ありがとうございますなんで最後だけ自分らしさ出せたしますね、最後閉まんないとまずいな、そうかそうか、なるほど、すごいすごいだろ、これいいですね、そうだよ、これもう勝ったらあげるから、え、勝ったらこれくれるんですか、そう、あります、現場に来てっていいですか、勝ったらいいよ、勝ったらいいよ、勝ったらね、負けたら、負けたらお金払えばいいですか、あ、5万円するけど、高っ
一回俺を経由することになるから絶対おかしいですよね絶対に俺を経由することになる、ね、手数料が高すぎるから、ね、松岡君12万円で、ね、どこのハイブランド俺まだだったら5万でいいか5万でいいかなんで納得してるんですかさあじゃあやりましょうかね、はい、まず最初の回答者誰僕いきますかね OKOK じゃあ福君からじゃあ三人は、まあ、福君って言われることを普通に受け入れてるのかするしなるほどねよしじゃあ福君あっち向いててあそうだ、うん、はいバレないようにな絶対バレんじゃねえぞえいいですかえジェスチャーですよねこれをやんのポーズあポーズポーズねポーズねあポーズなるほど OK ですポーズはいポーズポーズねこれのポーズえはい、はい、うん、行くよじゃあ行くよお願いしますせーのいや一緒やあいやでもあでもちょっと違うなよく見てよく見て一人違うな、うん、なんか握り締めてる人がいるな、うん、これは誰か言えばいいんですよね松岡よすぐちょっと待って俺たち正解わかんないんだよ誰か俺ら発表すればいいんだよ自分たちそっかじゃあ僕のやつから発表します、はい、僕のはこちら消防士ホース持ってましたはい、そして私消防士ホース持ってましたってことは綱引きわーいだからこれ1ポイントだそうですねおーいイエス俺逆に2人が綱引きかと思ったおーあの手ちゃんと握りしめてなかったからちょっと余裕があって間違えたんだ間違えたの、うん、俺ね綱がね網に見えて網引きいやちょっと待ってちょっと待ってそんな初歩的なミスあるか網引きってなんだでも多分網引きとかこうなるんだろうなって思ったんですよ確かに一緒だったあのねジェスチャー界で網引きってお題書いたやつどうかしてると思うだからもうどうしようかなって思ったんですよ僕すげえな次回以降はなるべく振りがなくてくださいすいませんじゃあ行こう逆にすげえ次行きましょう次誰が答えるじゃあ俺答えるあはいじゃあ我々は見ましょうかねあもらいましょうねどうだい調子はどうだい、はいはい、うわこれはもうなんかいけんのかいもう見たかい、はい、じゃあ俺は振り向くぜ、うん、よしじゃあ行くか、はい、せーのでやってくれよな、はい、行くぜ、はい俺がせーのって言ったらやるんだぜ、はい、絶対だぞ、はい、せーのって今から言うから、はい、絶対せーのせーのえなになにこれあれなにこれ本当にわかんないバカみたい何これ3人並んだ携帯の電波みたいなんだよそれ何これ何これちょっと待って何よこれえお腹痛いのでも一人違うな松岡くんよしちょっと見ていこうじゃあ志村さんから見ますか私、はい、空腹空腹か腹痛お空腹おい、なんてすげえいいんだよいいんだよいいんだよすげえいいんだよいいんだよ待ってなんでお前バレないように頑張んなきゃいけないとかそういうシステムじゃねえから今の当てればいいのそうなんだよ、まあ、逆聞こえなかったさっきのピンポン聞こえなかった俺たちチームだよ当てさせていいそうだよ逆に分かりやすくしなきゃいけないんだよ何の決めなのあらゆるルール把握してねえなんでごめんなさい合ってんのよすいませんようやくルールを理解してまいりました今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ次行きましょう。はい、じゃあ下野が回答者。俺行きましょうか。はい。わ、はい、かりました。はい。じゃあ我々は。うわ。お。うわ。うん。え？これどうするんだ。ちょっと待って。ちょっと待って。どっちすればいいんだ。え？こればらけそうじゃない？え？これどっちすればいいんだ。何？え？いやいや
まだですか？ちょっと今考えてんだよ。考えてんそれぞれが本当にそれぞれの思いで。どうだったら分かるんだろうこれ。そうなのよ。あでもそれが合ってるか同じか分かれんの。インスピレーションでやってくださいよ。じゃあそうしよう、はい、じゃあいいですか？ OK OK 分かった。向きますよ、うん、はい、はい、じゃあいくよ、はい、それでは参りましょう、はい、僕がどうぞって言ったらですよ。どうぞって言ったらやるんですよ。僕がどうぞどうぞって言ったらですよ。大丈夫ですか？じゃあごめん、もうボケの日がないお前のボケをどうこうできる時間ねえんだ俺たち。そんなに余裕ないすげえ難しいんだよこれ。そうなんだ、わかりました、うん、じゃあどうぞあーやべえ、俺なんかやべえことしたと思うこれ。分かってほしくての俺ちょっと待って、えなんだこれは、何を思ってる。あこれもうダメだ、これダメだ俺なんだ、え、どういうことだこれ。ちょっとえ、これ単純にそれでいいのかな。あ鈴村さん俺が違う。オッケー、え、なんだろう、なんだと思う。変身あ、うん、変身はこうね、仮面ライダーアギトね。なるほど、こっからこうね、こうね、うん、わかりました。なんで数ある中でやるんで、それは何これね、今途中なのこれ。途中なんですか、え、何だって2人確実に何か持ってたでしょ。自分は後です。後、え、後って何。バトン、俺は私、俺はね、前回大会の時。え、ごめん、前回大会何言ってんすか。前回の大会。正解は結果何、え、皆さん何をやられたんですか。発表します、発表します、発表してください、はい、え、結構何、私はこちらです、はい、いきますよ、はい、ラグビー。ラグビー、はあはあ、あー、五郎丸選手。前回大会ってそういうことですね。前回大会、前回大会ってそういうことですね、はい、そして2人はひったくり。ひったくり、ひったくり、おーい、どうよ。いや、1人違うことやった方がいいと思ったわけ。明らかに分かりやすかったですね。あ、そうでしょ。ただ待ってください、あ、そうか、こうか、ええ、もう1人ラグビーがいたらどうしようと思ったんだけどね、うん、そうね、そうですね、そういうことが抱え込んで逃げるっていうのを、それを読んだのよ。今までの流れで言うとそういう系が来ると思ったの。なるほど、だから俺はこうやったら多分何かと同じに誘導される。なるほどなるほど、順平に、順平に誘導される。名前出しちゃった、確かにねと思った。だから俺は順平に負けねえぞって。でも2人ともすごいのは、こう何かを掴んでるっていうアクション、うん、こうじゃないっていう、もう順平の好きにはさせない、うん、させねえぞ、させねえぞ、それぞれ順平と戦ってる思惑通りにはいかない。なるほどじゃあ次だということは正解でいいんですね。よし、そうやったやった、今のところ全問正解。さあやった、はい、よし頼むぜ。はい、そういう考えでいけばいいのか。はあ、いやこれはさ、でもどうしようもないな、他に、他にもどうしようがない、どうしようもないよな。いやないわこれは俺も、うん、ないよな。はい、行きますか、行きますか、うん、松岡優、その回転は何。あとお前さ、そのバミリから出ちゃダメだって言われたでしょ。スマソンごめんなさい、片言やないか、スマソンはい、はい、じゃあ行くか、はい、いいですか、はい、よーい、ドン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 、よ、あ、ありがとうございます、わかりました、あなた、チモさん、お、あ、はい、ちなみに何だと思う。ピアノ、おう、チモが、わかんない俺たちは同じなんですよ、津村さんと亮太は同じなんですよ、うん、なるほど、でも下さんだけずれてる、ずれてるんです、何かがずれてるんです。そうなの、ええ、あれ、いやちょっと待って、お前これでピアノだったら殴るよ、いくよ下さん、え、じゃあ発表したくない、同時に出す、ああ、同時に出す、同時に出す、せーの、ピアノ、パソコン、ピアノ、お前お
前。いやいや、躍動感。お前のピアノなんでダンサーだ。躍動感、躍動感。いらんわ、そのアンジェラ期間は。なんだ。いや、パソコンだったらこうすればいいじゃん。いやいや、お前、そんなお前アンジェラ期間いらんだろう。いや、いや、俺はピアノですよ、だってピアノですよ。俺のアンジェラ期間はこういう先輩同士が喧嘩してる。なんで先輩同士が喧嘩してる。アンジェラ期間出したんや。アンジェラ期間、アンジェラ期間なんで。だって亮太もなんで同じポーズだったの。いやいや、パソコンっつったら一緒にそうとこうやってるで。えお前、あ、そっか。今ニコ生でマウス持てよってすごい辛辣な話だった。いや、それはさ、それはそれちょっとひどいよ。いやだよ、これやだよ、やめろ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 、言うてやんなよ、言うてやんなよ。言うてやんなって。なごめん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 。ねえ、みんな平和的に行こう、平和的に。なあ。いやいや。いや。おもろいな。これはおもろいぞ。おもろいわ。一流のコントやった。素晴らしい。最高。総合芸術やった今。あ疲れた。おもじれ。あれ終わりこのコーナーは。ラスト1回あって。じゃあ、戻るよ。じゃあ俺が書いておこう。くんが、はい、よし、はい。怖いなあ。そうか、じゃあ俺こうしよう。いや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 、いや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 、ちょっと待ってこれ。あ、うん、いや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 、難しい。ちょっと待って。マジか。そういうことか。うん、じゃあ準備はいいですか。いいよ。はい、はい、それではお願いします。はい、ああ、でも多分これはよしすぐ。ん？俺はこれ印籠だと思うんですよ。よしすぐは。で、二人は警察手帳。お？ちょっと発表しようか。行くぞ。はい。せーの、でん。おー、すげー、すげー、すげー、やるね。すごいな。よう分かったね。よく分かったよこれ。いや、でも二人とも差し出さないのがやっぱさすがだなと思って。いや、なるほど。やっぱね、だってこうやったら絶対純平の思うつもり。俺はね、これはね、ないなと思ったんですよ。こうのも純平だもん。これちょっと絶対何かとかぶるから。そうさせないぞっつってこう。なるほど、すごい。でもこれで、ね、給料袋だったら俺たちの負けだったね。そしたらいいですね。やられた。それはもう思いますよ。あ、危ないとこだった、よし、シンプルでよかった。よし、ということで我々現在4ポイント獲得。はい、後半も頑張るぞ。おお。いやー、楽しいですね。続いてのコーナーは確実に疲れてますよね。お気づきですか。どうやら疲れましたね。うん、あ、何、あ、つぶやき、なおさん、確かにマウス持った方が分かった。なんのかおいやこれ。やってやんなボケこれ。おいやこれ。やってやんなって。やってやんなって。これこいやこれ。やってやんなって。ごめんってごめんってごめんって。いやー、キャップが落ちた。せんな。完璧なダチョクラブ。新世代のダチョウクラブ。あー、面白い。これでずっといけそうやな。さあ、じゃあ次のコーナーいくよ。続いてのコーナーはこちら。4人で一つの言葉を完成させよう。はい、こういうのやってるから疲れるんだよね。そうですね、確かにそうですね。
あのね、今からやるコーナー説明しちゃうよ、うん、はい、いいかな、お願いします。出されたお題に対して4人で1文字ずつ担当して1つの回答を作ることにチャレンジしちゃいます、うん、4人で作った言葉が見事お題に沿っていたら1ポイント獲得です、うん、松岡くん聞いてるかな。あ、聞いてますよ、はい、聞いてます。4人で揃って5っていう話ですよね。そうそう、4人で揃って5、確かにそうなんだけどさ。あ、はい、じゃあやる、はい、じゃあお題が出るから。これはもう分からんわ。4文字の冬の必需品、4文字か。でももうこれ無限大じゃない。え、こんなに幅広いんですか。幅広いんです、これ鈴村さんが頭文字、そうだね、だから私から1番目、うん、2番目、3番目、4番目、あ、やってみようか、はい、じゃあ書いてちょうだい、はいはい、あ、伸ばし棒とかちっちゃい文字も1文字カウントね、まあ、でも当てよ、当てようよ、うん、当てよ、俺これやと思う、これもう絶対これ、もう1個目だから、はい、絶対これいく、うわ、いくよ、はい、せーの、はい、てーだてーだろてーだろお、2人ともすごい。俺と福くんは手袋でしょ。手袋ですね。手袋ですね。お前ストーブ？俺セーター。セーター！お前どうしてセーターになる？いや、き、いや一番着るなと思って自分の中で。セーターか。よしすぐ。マフラー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 か。まあ自分じゃ使わないんですけどね。使わねえんかい。ええ、必需品じゃないじゃん。確かに。いやそこ基準にしていけや、せめて。あ、なるほど、うん、幅広いな。これはちょっと苦戦しそうだな。これ難しいですね。いこう、はい、とりあえず数やっていくしかない。4文字の子供が憧れる職業、うん、え、4文字、4文字、何これ、4文字、4文字、何4文字、何4文字、はい、え、4文字、うん、子供が憧れる、うん、子供が憧れる、え、何、うん、子供が憧れるでしょ、子供は、うん、子供の頃何に憧れていたか、みんなそれぞれほら自分の胸にこう手を当てて聞いてみたまえ、昔の自分がね一体どういった職業に憧れていたのか。なんで急に先生前提でよね。じゃあいくよ、はい、せーの、はい、プータプータシプータシプータシ、危ねえ、なんで僕はあのプラモヤっていう、プラモヤなんですか、え、ちょっと何ですか。ヒーローです。あー、ヒーロー、なんならね、もうコメントでめっちゃ出てましたよ。あ、まあ、そうか、僕その前に書きましたけどね。ヒーロー、え、ちょっと待って、うん、松岡くん何？戦隊。戦隊ヒーローだ。ーいや、お前子供の夢で俺戦隊なんだって言う。っていうことはお前5人に増えなきゃいけないわけ。そうだ。5人ないし、こう複数に増えなきゃいけないわけ。何色したいの？何色？え、何色？うん、ブラック。ブラック。ブラックっぽいなお前。お前めちゃくちゃブラックっぽいわ。え、死って何？何？僕ね、あの宇宙飛行士は長いんで飛行士の。これは飛行士って言わないで、飛行士言わないですけどね。飛行士、飛行士って俺たちも絶対どうするこれ、ね、やばいぞ、やばい、俺たち想像を超えてる、これバラバラだ、これなんか大丈夫ですか。数字の入った4文字熟語、え、漢字で、漢字で、あー、そういうことか。あ、じゃあ、これでしょ、これこれ、ちょっと待って、これよ、これなのよ。いやいやいや、どうしようかな、俺もそうだよね、うん、俺どっちにしてもこれだと思う、いくよ、はい、せーので、あー、一石一鳥だじゃん惜しいんだよじゃあもう損も得もしねえ平和な世界でこの石で一匹の鳥しか取れませんから堅実に生きていけるそりゃそうなんです世の中の断りを教えてくれるやばい、何が
めっちゃおもろいなこれ。なんで1にしたそれ。一期一会かなって思ったんですよ。ああ、そうやな。でもちょっと迷った。わかるわ。っていうか俺一期一会のつもりで1書いたわ。そういえば。そう。だから。そっか、どっちでもいけると思ったら俺なるほど、うんうん、なるほど。でも俺は一期一会だと思って書いた。でもそういうのなかなか読めないよ。これむずっ、うん、やばいやばいやばい。このままだったらクリアできないぞ。次、うん、日本史の教科書に必ず登場する歴史上の人物。何、あれじゃん。いやちょっと待って、え、字が分かれへん。え、俺もとりあえず信じる。いやもう結構もう普通に、うん、俺はもうとりあえず信じる。あ、字が分かれへん。字が分かれへん。あ、ちょっと待って、これもうひらがなでもいいんじゃないですか。ダメですか。最悪ひらがなでもね。もう漢字分かんないです。はい、え、いくよ、うん、せーの、はい、徳田セーバー。新キャラ登場です。あー、そうか。え、待って、ごめん。せって漱石。漱石。違う違う違う。漢字。じゃあそうだよ。漢字で書けよ。なるほど、ごめんなさい。漢字で書けよ。漱石っていう、ひらがなで4つ並べるつもりだったの。漱石でいこうと思ったの、はい、なるか、そんなの。あと織田信長って書こうと思ったけど、おの字急に分かんなくなって徳川に変えた。なんで変えたんすか。俺だと思ったからダにしたのに。でも最後馬だぜ。龍馬でしょ。龍馬ですよ。あー、なるほど。むずい。誰これちゃんと検証したんですか。楽器。楽器。4文字の楽器。え、4文字の楽器。4文字の楽器。え、4文字。え、4文字の楽器。もう俺これしか思いつかない。あ、じゃあ昔使ってたってこと。これ せーのフラクか。超新しい楽器だよ。フラクか。明らかに南米の方の楽器です。フラクか。フラクか。フラクか。南米の楽器ですよ。あー、マジか。何これむずい。これフルート。僕マラカス。うわ、サックス。ああ、ピアニカ。綺麗に逆にポイント欲しい。4人バラバラやな。すごい、もうポイントくれや。これ全然ダメ。4文字のキノコ。キノコ。いくよ。ああ、これいけるでしょ。これいけるでしょ。これいけるでしょ。これ俺ら2人貸すね。これはいけるよ、うん、はい、いくぞ、はい、せーの、はい、え、み、なんで、なんで、なんで、おかしい。え、どう考えたって俺たちはだけになるだろ。それ以外考えられない。下からめっちゃ怒られてる。エリンギだろうが、エリンギ。いや、俺も悩んだんだよ。俺もシイタケかエリンギで、いや、エリンギだと思って。シイタケかマツタケでしょ。なるほど、確かにな。そうか、確かにそうだ。僕もそれで行こうと思ったんだよ。そうか、ごめんなさい、こっちがポンコツでした。冷静に考えればいいんだ。ちょ、冷静に。うわー、似たの来た。魚ー。魚何魚。4文字。4文字の魚。え、何、これじゃね。あ、これじゃねって、もう書いちゃいけないんだ。みんなが出しそうなの書かなきゃ。もう書いた。なんだ、4文字。え、ちょっと待って、え、分かんない。え、あ、なるほど。もう、もう、でもこれしかねえよ。いくぞ、はい、せーの、はい、はい、あんほ、え、あんぼ、ぼ、う、違う、何、あんぼち。なんだよ、あんぼち。あんぼちって。うまそうじゃん。絶対白身だし。え、あんぼち。絶対白身やわ。めっちゃ美味しそうや。カワハギの仲間やもん。あんぼち。あんこ。あんこ。あんこか。カンパチ。カンパチね。でも、ここの運は確かに、あんこもいけるし、カンパチもいけるしね。で、で、マンボウ。確かにな。え、ち、なに。僕、カンパチ。ああ、ちょっと待って、悔しい。ちょっとせめて1問はクリアしてください。1問当てようよ。うわー、
山手線の丸々うわえちょっああああ分かった4文字うんいやもうあ間違えたこれでしょこれですよ絶対これですよあなたたち絶対ここには行ったことありますからね絶対ですよせーの、はい、しんなんおいしんがうわおいなんでんにしたん新橋そっちかいや確かにどっちが好きって言ったら新橋のが行くけど違うんです新橋最近よく行ってたんです俺分かる俺もよく行ってるあそこのチャーハンがうまいなかなかうまくいかない、ね、やばいようわはい関東以外の県え関東以外以外4文字関東以外以外ああなるほどええん県ああ関東県県ですよね県ですよねいやーいっぱいあるよでも俺もうこれダメこれしかダメだ、うん、行くぞせーのはい矢津中新しい県の誕生ですよ八津中県山っぽくもあるし海っぽくもある八津中県はうわいやダメだダメですねえやや山梨ああ静岡あ沖縄おーい静岡あかだからもうニアミスみたいなのは続くんだよな、ね、最近ちょこちょこ志村さん会ってますねこんな会わないの初めてだわ今まで結構会ってたわ、会う大体会ってフェイってなんのよ全然会えへん会わなくてフェイってなってますもんね今ねもうむしろねもうこのまま会わないでいてほしいと思って次衝撃の告白作ってる問題あと2問しかないですその間に当ててくださいやばいやばいリミットが来た何これダンスあほやほやダンスいやいやこれはでもあこれは当てる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 、うん、絶対これでしょダンス4文字ダンスこれじゃあれしか出てこないえ何ダンスあちょっとダンスって何あーあー違うか あっちもあるわうわうわあ思ってるよりもあるあ分かったはいやばいあでも書いくぞせーのはいおーおーおーおおうん、なんだって何ブンベックベックダンスブンクダンスブンクちょっと待ってうんはなリンボリンボあーリンボリンボリンボないしバンブーえちょっと待ってお前以外当たってるええブレあ違うわ僕コサックですちょもうほんとなんで言ったロシアロシアに行ったなお前いやいやテトリスかお前は聞いてないですけどこれやべえやばいぞもう最終問題やばいなえあと2問かあと2問どっちもえ、まあ、これ危ないなそれ最後のとっとこれええ何これそれチョコえチョコに何チョコ何チョコ何チョコって何これいや、でもこれってえ何よ何チョコ何チョコえ何チョコこれえなチョコの種類チョコの種類いやえまたもう自分を信じますえ何何分かんないあ違う間違えたこっちじゃないこれじゃないえちょっと待って何チョコ何チョコがあるっしょんこれしかないはこれかなこれじゃない、うん、これじゃろこれじゃろえ行くぞちょあどうした1文字か1文字だごめんちょっとお前だからさちっちゃい文字もっつったじゃんえいや絶対ダメだと思う絶対ダメですね出すよせーの、はい、ホアミーチョコちょっと待って僕はホワイトチョコ僕もホワイトですお前ミは何ミ何お前何しかもミーって書いたの最初、うん、何何だと思ったの何どうしたの怒んねえから、うん、怒んねえから言ってみな、うんうん、マカダミアナ
全然やもそれ。マカダミアナッツじゃねえかよ。チョコじゃねえ。マカダミア。マカダミア。マカダミアじゃないかと。マカダミアだ。マカダミア。だとしたらいらねえから。だとしたらダダしなお前。もうあそう普通にそうだ普通にホワイトって言うの。じゃあ福君なの。どうしたの。俺本命チョコですね。ああそういうのか。さすが新婚だね。お前変ないじり方してくるの。そんな切れ方どんないじり方。あ最後か。うわこれ当てろ。これ絶対当てとけ。これ当てとけよ、はい、ラストやぞ、はい、何ラボラボラボといえば何ラボラボといえばこれでかけなかったらもうこれ外すよ。ただもう外したらもうできんです。本当できんですよね。そうですよね。さすがにそれはそうですよね、はい。ちょっと待って、こっちか。え？いや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 。ちょっと怖い。いや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 。こっちって。じゃあね、あんねん、あんねん、どっちかがあんねん。なんで？いやあんねんな。なんで？昔のジャネを消してください。そうやね。昔のジャネを消してください。いやだけど昔今知ってる人たちは。そうやな。だから出るはず。こっちのはず。いくよ。はい。せーの。はい。はい、プレ。プレおちょーちょっと待っておいお前お前 I'm in the place お前パンダになっちゃうじゃないか。違う違う違うパンダってなんだお前パンダお前お前パンダってなんだよお前お前パンダこれこれバンザイですか。いやいやいや無茶だせめて塗りつぶそうです、ということでもう問題も終わったんで今日はプレゼントなしです、まあ、これはうそうですね自爆です。すいませんあの愛のエンタープライズを代表して言わせてください、はい、プレゼントなしです絶対ないです、この番組80回やってますけど、はい、プレゼントなかったのは多分初じゃないですかこれ。なるほどもうむせちゃう、ね、もうむせちゃうぐらいのそうですね、僕もさすがに最終問題だけはいけるかなと思ったんですが、いや本当に、後輩の、ね、新たな可能性を知りましたね。すごかったね、すごかったですね、まあ、もう一つ言えることは2人はできんだということまあ連帯責任的な、ね、連帯責任ってなった場合にはそうですね僕もできんです、うん、台本にはあの2人とも T シャツぜひ着てくださいねって台本書いてあげません。あらららら、そうでしたか。以上です。さあ続いてピックアップのコーナーです。はい、ピックアップするのはこちらです。キャラデコクリスマス仮面ライダー01のホイップとチョコ2種類のケーキでございます。やったキャラデコだ。はい、こちら価格は税込み4104円、受注期間は12月上旬まで、お届け日は12月20日前後でございます。やばい、ということで今年もキャラデコクリスマスの時期がやってまいりました。クリスマスは仮面ライダー01のケーキでいっぱい楽しもう。ケーキに付属のピックでデコレーションできます。そしてキャラデコオリジナルの SG ライジングホッパープログライズキークリスマスバージョンが付属します。こちら別売りになっているデラックス秘伝01ドライバーで遊べますということでございます。ちょっともうなんかすごいキャラデコ夢だったの、うん、僕もう毎週見てるんだけど仮面ライダーは、はいはい、そろそろこうなるとキャラデコの季節ですってやるわけよ CM で。そうですね、ありますね。キ
キャラデコ食べてみたかった。お、俺の子供の時キャラデコなかったもん。え、今まで食べたことないんですか。ない。あら、初のキャラデコ。あ、すごい、すごいいい笑顔して。すごいいい笑顔。子供のような、食べていいのキャラデコ今日。全然食べて大丈夫です。とりあえずまず食べますか。食べる。食べますか。食べたいんですもんね。食べたい。じゃあ食べましょう。だってキャラデコだもん。じゃあ食べましょう。ね。いいの？はい。先輩お先。じゃあ先に。やったー、お夢のキャラデコや。ソーセージは食ってたけど。仮面ライダーソーセージ。いいねキャラデコ。うまい。これうまい。うまい。食べないよキャラデコだよ。いただきますね。確かにね、なかなか食べられるもんじゃない。そうだよ。頼まないといけます、いけないですもんね、これね。そうだよ、うん、子供たちのものだからさ。うまい。やっぱ甘いっすね。うまい。めちゃくちゃ甘い。うまい。いやでも結構甘さ控えめなんですね。うん、うん、はい、なんかね、シンプルな味で美味しいの。美味しい。やった。ケーキってこういうのでいいよな。うん、やべえ。あと今疲れてるからか、甘いものがすごく美味しい。そうだな、なんでだか疲れてるな。、うん、喉に染み込む。ね、染み込むね。ま、染み込む。キャラデコね。はい、そうですね。キャラデコ、ね、うん、あれこんな時間も。そうなんですよ。俺もう全然時間見てなかった今日。だから本来はもうちょっとね、そのフルグレイズキーで遊ぶ時間もあったかもしれないんですけど。遊ぶよ。お、ほら、うん、ベルトつけたい。誰がつけたい。つけたいんじゃないんですか。つけたい。つける。いいでしょう。お、お、クリスマスバージョンを手に。これね、うん、これだけでも喋りますよ。ほら、お、ほら、ほらほら、あら、サンタクロースアビリティですよ。サンタクロースってアビリティなんですか。だから呼べるんですよ、ゼロワンのベルト入れたら。ほら、ほら、でこれでね、はい、変身できるんですよ、うん、しましょうか。してください。何だったら変身しましょうか。ぜひともしてください。これで読ませます。はい、うん、こうですよ。子供のような笑顔だ。こう持って、あ、逆、ちょっと待って、こう持って、こう刺すよ、刺すよ、見てて。見ててね、見ててください、俺の変身。それ違う、それ違う。変身。音するから。あれ、ちょっとなんか2回押しちゃったっぽい。もう一回、もう一回。いけるの？いけるのね。いけるの？今度はいけるの？今度はいけるの？大丈夫なの？見ててください、俺の変身。オッケー、オッケー。おい。ちょっと待って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 。なんでなんでなんで。刺さってない、刺さってない。ちょっと、ちょっと、ちょっと。いや、奥まで、奥まで。奥まで入れて。3回押してから。ボタン。もう一回、もう一回。何事もなかったから。うんうん。こんなのも入ってる。うん、今なんか来ました。これで頭に戻ったの。あ、これでいいんじゃない？大丈夫かな。いける？変身。何事もなかったかのようにゼロからやった。変身。ちゃんと特別な音声が流れるんですね。流れるよ。いや、時間かかりやすい。食べたの。食べますね。うん、食べたの。その間キャラデコも美味しかったでしょ。食べてる今なんか。めっちゃ見てた。あなたはみんなで見てました。みんな見た。みんな見てましたよ、うんうん、変身してくれよな。キャラデコと一緒に。みんなちょっとそわそわして。以上です。
ックアップのコーナーでした。さあ生放送でお届けしてきましたプレバンラブ俺たちプレバン宣伝隊、お別れのお時間です。終わりだ、終わった、今年終わった、終わりなんですね。さあということでね、デキンのお二人どうでしたか今日。そうですね、うん、本当皆さんね、最初で最後のね、登場でございましたけれども、いやすごい楽しかったですね、次はですね、ちょっとインテンションさんの方にですね、多少お金を積んで、出させてもらえるようね、事務所経由で、なるほど、いろいろお話をね、バンダイさんの方に持って行っててね、今その交渉いただくと T シャツ付きで5万円です。5万円なら大丈夫ですか、T シャツ付きで、わかりました、後ほど5万円をお支払いしたいと思います。楽しかったです、ありがとうございます、ありがとう、はい、で松岡君はどうだった、あ、はい、うん、楽しかったです、あ、そう、ありがとうございました。松岡君12万円だからね、はい、うん、12万円はい。いやーやべえ、2人来た、腹いてんじゃん、もう面白かった、うん、もう終わりです。はい、ツイッター、かずささん笑い疲れたでしょうね、みちまりさん、アイムコンビ面白すぎ、みお、うん、さん、神回、神回、たけさん、確かにパソコンを表現するならマウスはいるよね。いや、これもいいよ、出てこない、やめてよ、みんな、仕方ない、仕方ないの、ダメだって、ダメ、頑張ったから、こいつも頑張ったから、頑張ったから、もう誰も止められんぞ、やめて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 、滅亡人類に切腹してやれ、ごめんごめん、滅亡人類に切腹してやれ、ごめんって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 、すげえ、ごめんって、喋んなよこれ、もうやめて、もうやめて。最後に大事なお知らせです。本日紹介した商品のその他詳しい情報はプレミアムバンダイをご覧ください。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。最後までお付き合いありがとうございました。最後に次回の放送のお知らせです。毎月第3木曜日の22時からお届けしているこのプレマンラボ、次回12月の放送は12月19日木曜日22時からです。お別れです。今夜の放送はここまで。お相手は鈴村健一と大阪亮太とゲストの下野ひろと松岡由嗣です。でそんな締め方見たことないよ。でしたでしたでしょ。バイ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 。リードさん、キノコといえばマスタケかシイタケだ。やめて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 決まってんだろお前、エレキだろ、エレキだよ、咲いて食えるんだよ。